はいどうも、じゅんじゅんです。今日も動画を見ていただきありがとうございます。ということで今日は年末でね、ゲーミングデバイスのセールがやっていたということで紹介していきたいと思います。さあ、ということで今日もですね、毎度おなじみ PC ショップアークさんでね、年末のセールみたいなものが2つほど開かれてたので、セール品を紹介していきたいと思います。注意事項としては、この動画が上がってる時にはですね、もうすでに売り切れてる可能性もあるので、まあそこんとこちょっとご注意ください。で、今回はね、こちらクリスマスセールと、あと、歳末大感謝祭セールっていうのを2つやってたので、全部でまあ10個以上あるのかなと思うんですが、ざっと紹介していきたいと思います。まずはこちら、レーザージャイガンタス V2 の M サイズがだいたい1000円ジャストぐらいで購入ができます。まあサイズ的には M サイズなので、横幅がね360ミリしかないので、まあちょっとこう配線紙向きのサイズ感にはなるかなと思います。使ってる人はね、もう一枚買い足すのもありなんじゃないかなと思います。お次。ブラックシャーク V2X のホワイトですね。これが今1000円引きで約5000円で買えます。Amazon でも5400円とかまで落ちたことあるんですけど、ここまで安くなってるのはなかなかないので、欲しかった方はぜひチェックしてみてください。お次。レーザーハンツマンミニの日本語配列、そしてクリッキー軸のものになるんですけども、黒色も白色もどっちもセールかかっております。だいたい1万1000円ぐらいですね。まあリニア軸ではないので、結構カチカチなる、レーザーでいう紫軸というものになるんですけども、光学式のものになってるんで、性能は抜群です。お次、同じくレーザーからブラックウィドウ V3 Pro。イエロースイッチですね。これもセールかかっております。だいたい6200円引きで1万9000円ぐらいで購入ができます。まあサイズ感的にはちょっとフルキーのものになるので、結構ね、大きめなんですけども、無線接続、Bluetooth、そして USB-C の有線接続にも対応しているものになっております。まあなんか作業とかやる方はね、ペンキーとかあった方がいいと思うので、フルキー好きな人はぜひチェックしてみてください。あとはこんなのも入ってましたね。レーザーのリアンリーとのコラボなんですけど、こちらのレーザーのPC ケースですね。これも2000円引きぐらいされて、今2万2000円で購入ができます。Amazon の方の最安でもね、2万2000円切ることはなかったので、このね、PC ケース狙ってた人は買い時かもしれません。お次、マトリックスキーボードっていうですね、メーカーなんですけども、この 60% キーボードですね、これが現在セールかかっていて、だいたい2万2000円ぐらいで買えます。で、黒バージョン、白バージョンともにね、セールかかってるんですけども、こちらゲートロンのオプティカルイエロースイッチを採用してて、まあ要するに光学式のスイッチを採用したものになってます。アクチュエーションポイントが 1.0 ミリ、ストロークが 3.2 ミリほどになっているので、まあ性能十分で1万2000円ぐらいで買えるっていうのでね、結構お買い得なんじゃないかなと思います。で、オプティカルなんですけど、ホットスワップにも対応してて、ゲートロンの同じようなね、光学式のスイッチとの交換ができます。結構ね、自分が触った感じ、イエロースイッチね、打鍵感軽めだったので、もうちょい重めがいいなって人はシルバー軸を買い足すのもありかなと思います。確か詳しくはね、ふもふのお店さんの YouTube チャンネルとかで紹介されてた気がするので、気になる方はチェックしてみてください。キーキャップもね、PBT 樹脂のもので、ちょっとね、まあお高めのキーキャップ使われてたりとか、ある程度の RGB もあるし、割と物としてはいいんじゃないかなと思います。お次、スティールシリーズエアロックス3ワイヤレススノー2022年エディションのものがセールかかっております。価格が9780円。Amazon の最安値が9880円なので、Amazon のセールよりも100円ぐらいは安く買えます。まあ、結構ね、サイズ感小さめの軽量マウスになってまして、66g なので、まあ、軽すぎず、重すぎず、ちょうどいいぐらいの重量になってるかなと思います。一応 IP54 規格の防水防塵にも対応してるんで、まあ、水滴ぐらいだったらなんとか防げるぐらいのですね、まあ、防水力にはなってるかなと思います。最大 DPI 18000になってるので、まあ、ピックサート3370と同じぐらいと考えていただければいいんじゃないかなと思います。まあ、バッテリーもね、最長80時間ほど持つので、まあ、小型のワイヤレスマウスとしては結構スペック自体は十分なのかなと思います。ぜひチェックしてみてください。お次、コルセアの PBT のキーキャップですね。これが安くなっております。だいたい3000円で買えます。
まあ、PBT っていうね、このちょっとだけ高級な素材。個人的には PBT キーキャップ結構おすすめしてます。まあ、ちょっと値段高いんですけどね。お次、アミロのキーボードですね。ジャスミン軸がなんとセールかかってまして、18000円の1700円オフで買えます。まあ、だいたい16500円ぐらいで買えます。まあ、これはね、73って書いてあるんですけど、だいたい 65% キーボードぐらいのサイズ感になってます。F1 から F12 とかがなくなって、サイドがちょっと切り詰められてるような、まあ、サイズ感ですね。で、一応日本語配列なので、結構操作はしやすいかなと思います。で、ちょっと 65% じゃ物足りないよって方は、なんと、92っていう方のね、ペンキレスサイズ、こっちのね、キーボードの方も同じジャスミン軸でセールにかかっております。なんかアクチュエーションポイントとストロークが間違ってるんですけど、これ全然ジャスミン軸のものじゃない。正しくはこっちですね。作動力 40g のアクチュエーションポイント 1.0mm で、ストロークが最大 3mm なので、ここのアークさんの数字はちょっと参考にしないようにしてください。注意が必要なのは、このアルファベットの下にですね、日本語が書いちゃってあります。個人的にあんまりこのデザインが好きじゃなくて購入を踏みとどまってるんですけど、キーキャップ変えれるならありかなとは思ってますね。まあ、性能は申し分ないし、静電容量でね、1万5000円近くで買えるんで、かなりね、お買い得なんじゃないかなと思います。さあ、ということで今回はですね、こちら2つのセール品、決算セールとクリスマスセールの中身のね、セール品を紹介させていただきました。実際探してみるともっといろんなものが実はありまして、まあ例えばこう、グラボマザボ系、自作 PC をやる人なんかは結構狙い目の商品があったりします。自分そんなにね、自作 PC に関しては語れるほど詳しくないので、ちょっとね、話題にあげないようにしてるんですけど、まあメモリーだったりとか、あとまあ性能と価格的にちょっと売れてない RTX4080 とかね、まあマザーボードとか結構いろいろとですね、セールかかりまくってるので、まあ、PC 周辺のもろもろをですね、セール品で買いたい方はぜひチェックしてみてもいいんじゃないかなと思います。まあ、ヘッドセットとかね、ちょっとあんま自分詳しくないんで、ヘッドセット、有線マウスとかこの辺もね結構売ってるので、PC 周辺機器をね、取り揃えるのならば今なんじゃないかなと思います。で、今回のセールもちろん期間が設けられております。今回紹介したのがこっちの2つね、円高、なんか決算セールみたいな方とクリスマスセールを紹介したんですけども、まずクリスマスセールの方が25日まで、円高決算セールっていうのが30日までになっております。で、なおかつ、またね、もっと年末、12月26日以降にですね、もう一個特大のセールが来るらしくて、そっちの方は26日から30日までやるそうなので、ちょっと期間と、あと売り切れるかどうかだけ注意していただければと思います。まあ、こっちのセールもね、開催してなんか面白い商品があればまた紹介しようかなと思っておりますので、ぜひ見逃さないようにチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターのフォローよろしくお願いいたします。ということでまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。